全日空724便ハイジャック事件は1977年3月17日に全日本空輸724便がハイジャックされかけた事件である。全日空724便は千歳空港から仙台空港に向かう短距離路線として運行されていた。同期には乗員7人、乗客36人が同乗していた。 午後0時40分頃、青森県の下北半島上空5200メートルを巡航中、男が機内の前方をうろつき始め客室乗務員にドアを開けろと脅迫した。客室乗務員は、犯行前から男の様子がおかしかったため警戒しており、トイレはこちらですと対応すると、男が逆上して、そうじゃない操縦席のドアを開けろと言い放ち、 客室乗務員にナイフを突きつけた。この行動に対し乗客4人がハイジャック犯を取り押さえた。724便は午後1時24分に、函館空港に緊急着陸し、北海道警察函館中央署に航空機の講習等の処罰に関する法律違反で逮捕された。被疑者は、当時27歳の北海道岩見沢市在住の 元国立大学生の無職の男だった。大学で哲学を学んでいたが、独学でもできると思い退学した。しかし思うように行かなくなり、親に経済的負担をかけたくないとの思いから、どこか近くの外国に行くためにハイジャックしようとしたという漠然とした動機であった。なお、仙台、千歳セを選んだ動機は、 運行便が大きくないためハイジャックしやすいと思ったというもので、凶器のジャックナイフは右足の土踏まずに隠して保安検査をパスしていた。ありがとうございます。